コンビでもありました。まず初回のタリ、ホームランを打たれた福田に対してもインコースを果敢に攻めていきました。まあ、こう見ますとまっすぐももちろんですけども、低めの変化球をうまく振らしてという能見の持ち味出してましたね。そうですね、特に、まあ、ビシエドのインコースの見逃しの三振ですよね、はい、やっぱり価値ありますよね。